1956年、細川千佳子は日本の女優である。本名横田冬。1905年12月31日、東京市郝島地区内幸町一の後に生まれる。高蘭女学校を卒業し、1925年に幼いカオルらの築地小劇場に入団、進撃の世界に入った。各人格説で、伏見直江らと初舞台を踏み、 その美貌で、スターとなった。1929年、23歳の時に、丸山さだおらと共に、同劇団を脱退し、新月受劇団結成に参加する。1934年、小沢栄太郎や滝沢治などと共に、新京劇団の結成に参加。夜明け前、あんな華麗の舞台で好評を得た。1940年の劇団の強制解散後は、 舞台から身を引いていた。心境劇団に所属している頃、丸山と共に PCL 映画製作所に入社しており、その専属女優としても活躍した。成瀬美紀夫監督の妻よ、バラのようにが代表作である。映画の出演作はすべてトーキーであった。戦後は劇団民芸の座員となり、数多くの舞台で名演を見せて、同劇団の中心女優として活躍した。 また、映画にも出演した。民芸と提携契約していた、日活の作品を中心としながら、大映映画にも出演。山本藤子の母親を演じた、金色夜舎、他に、万菊、白鷺が有名である。52歳の誕生日でもある1957年12月31日の、第8回 NHK 紅白歌合戦では、当時の郵政大臣、田中角栄、 当時の国鉄スワローズ投手、金田昭一らと共に審査委員を務めた。1975年、セールスマン主の死のンダ役で、木の国や演劇賞を受賞した。1976年3月20日、閉塞性横断のため死去。70歳没。前年の暮れまで放送されていた大河ドラマ、元禄太平記が遺作となった。父は弁護士で2歳年上の兄に、 映画監督の横田と弱きがいる。横田とは PCL の映画で木村外次監督の三色機ビルディングなどで兄弟共演している。進撃俳優になる前に結婚しており、一人の娘を設けていたが、1926年の舞台、ホーゼで丸山貞夫と共演したことがきっかけで、翌年夫と離婚し、丸山と恋愛関係にあった。1932年、 細川は結核で倒れたため、丸山は結核の治療費の捻出のため福田良介の名前で榎本健一の一座に出演したという。しかし、二人はその後に別れている。ありがとうございます。